ガラスマオの滝は太平洋に位置するパラオ諸島を構成する島の一つであるバベルダオブ島北西部に存在する幕府であるガラスマオの滝のおおよその位置バベルダオブ島内にはガスパンの滝のように他にも幕府が存在するもののガラスマオの滝は島内最大の幕府であるばかりかパラオ共和国においても最大の幕府であるガラスマオの滝は同国における 最高峰であるゲルチェルチュース山の近くに存在しており、その落差は約30メートルで、幅は約37メートルである。ガラスマオの滝周辺へ来る手段は基本的に徒歩であり、大人の足で約40分程度の工程である。従来はコロールから最寄りの港までボートで渡った上で、そこから徒歩で来るという工程が一般的であった。 しかし、2007年にバベルダオブ島を一周する舗装された周回道路のコンパクトロードが開通したことにより、自動車で滝へのトレッキング開始地点へと来ることが容易となり、以降はこちらが主要な工程となっている。なお、日本統治時代には鉄道もあったものの、それは廃線となっており、当時の蒸気機関車なども放置されており、この当時あった神社も廃墟となっている。 伝説では、昔、森の中からやってきた巨大で一つ目のうなぎが魔力を持っていたため、ガラス魔王の人々はそれを神と崇めていた。うなぎは横たわって眠ると二度と目覚めず、時が立ち川へと姿を変え、頭が滝に変わったと言われている。ありがとうございます。